どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。マクドナルドニューハッピーセットカコトロール、マクドナルドの新しいハッピーセットということですね。で、説明文にハッピーセットにスーパーマリオブラザーズが登場、個体差がある可能性がありますバージョン3って書いてるんですよ。そして制作者を見てください。私のライバルテルルさんの新作コースなんですよ。また私が圧倒的に勝つ未来しか見えませんね。で、なんだこのサムネ、マリオたちはハゲてんじゃねえか。そこまで作ったんなら髪の毛ぐらい描いてやる。かわいそうじゃん、テルルさん。そんな優しさはなかったんですかね。ねえ、ハゲテルルさん。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.44%。 そんでなんでか知んないけどさ、 YouTube で僕の名前を入れたら一番最初の検索候補にテルルって出る。誰だそんな検索の仕方してんの。そんなんしてもさ、デルルさんのコース出ねえかんな。ここはパワーブロック。じゃあパワーブロックを右に投げて鍵を取れっていう感じだと思うんだけど、いやいや違うね、風が隠れてるよ。だから左のパックを倒すのが正解だと思うね。開幕サカーだ。この人のコースするときいつも言ってるんだけど、マジで勝負なのよ。だからマジで罠を回避しながら行きたいと思います。いつもみたい。なんだそれ。今ね、たった2回しか引っかかってないけど、もうおもろいわ。魚が広がってくるなんて思わないよな。じゃあワープブロックに入ります。で、今度はどこどこスネオちゃんに押しつぶされてはないで。はい、じゃあ神経はダメージありませんよ。やめてください。ちょっと言い訳させて。 3D のトロールコースね、マジで全然やり慣れてないのよ。だからどんな罠が来るか全然予想できないね。じゃあここは右に行きます。その汚い声やめろって。僕もね、こんな声を出したくて出してるわけじゃないんですよ。急に驚かされた時に出る声ってあるじゃん。大体みんなの場合はうわっみたいな感じだと思うんだけど、僕の場合はそれがあーで、テルルさんの場合は多分あれだよ、ごひーみたいな、わーちょっとごめんって、そんなこと言っちゃってごめんって、生ごめん。僕がね、動画内でテルルさんのことを喋りまくってるから、めちゃめちゃテルルさんの株が上がりまくってるんですよ。だから僕のおかげなんだから。分かったよみんな、テルルさんの人気を下げるために僕がこのコースをつまんねえコースと思わせればいいんだ。そうだ、それでいく。なになにこの単調すぎるコースだよ。みんなやんないでもいいと思うよ。そこまで面白い仕掛けもないしさ、このアリヘイも落ちてこないし。余裕なんだよ、作り直した方がいいんじゃ。一緒やぞ。ごめんやん、別に本気で思ってるわけじゃないんだって。本気にすんなよ。全く大人げないですね。このダッシュカーは乗って左と右、いや左は絶対ダメだよな。だから右に行くしかないと思います。ダッシュイカはとっさに反応できんで。じゃあ右の土管に入ってジャンプ連打してみようか。そしてもう一回右に行けば大丈夫。で、この土管に入っていけばいいのかな。バネ、これ右の方でバネ出してくるのめちゃめちゃ速くなかった。もうちょっと考える時間ぐらいくれよな。じゃあチビになりのレール左向いてるけど大丈夫、いけるかな。いけちゃったね。で、上からなんか来てるよ。はい、いや、スターで描いてるだって可愛いで。おい、ちょっと右芋って書いてなかったか。別の実況者の名前を出すなって。で、3択か。右50コインがヒント、だから50コインの方に行ったら正解。いやいや絶対嘘だって。もうどうしよう、もうそんな持ってかんじゃって。僕はテルルさん君を信用するよ、大丈夫か。なら残り2つですよ。真ん中が左か、もう真ん中行っちゃおうか。こっちに行くとどうなる。中間が取りたいの。なあ、お前の売れないかあったっけ。下降りれるかなこれ。ちょっと気になってるんだけど、これ左でもよかったんかな。一旦降りて左を出発してみようか。そしたら砲台はかわせる。で、これはコインか。危ないで、これバブルとかだったら絶対やられてたよね、でっかいやつ。で、オンオフして中継取らせてくれる。びっくりブロックが消えると同時に行っちゃっていいのかな。行っちゃっていいで、で、このオンオフを使用、中間はさ。中間ポイント1投げず。このコースめちゃめちゃ長いんじゃない。クリア率が結構低かったから、いや高かったから簡単かなと思ってたんですけど、これは何、つらら落としてこのパウを持っていけ。なんだこのちくわ。まあまあこんくらいは全然よきれますよ。これ落としてみようか。
さっきさ、ここのハテナブロック叩いたっけ。両方コインか。いやでも待て待て、ここから罠が違うかもしんねえよな。中間ポイントを取ったことによってどっすん違う動きはしてこないみたいだね。で、この裏にね、さっき地下ブロックがあったんだよな。これどういう仕組みなんだろうね。じゃあ長えの、まだダッシーカか。ダッシーカ乗ってバネに乗ります。で、こっからドドドドドドド、待て待て、てるてるボス。ダッシーカに乗ったら右ダッシュだ。それでバネがかわせると思いますよ。で、この上に行きますと、うん、上は行けんのかな。あ、隠しブロックがある。ていうかさ、これバネいると思う。絶対邪魔になるよ。ガシガシねえよな。でもバネいるって書いてる。なるほど、ここで大ジャンプシード。うつららとハテナブロックあるんで、あのハテナブロックを叩かない方がいいと思う。僕はこのまま行くよ。そうすると、てかさ、思ったんだけど、このバネのいる意味がわかんないよな。こっからくるくるジャンプで派手なブロックを叩いたら先に進める。もしかしたら違うところでいるとかそんな感じなんかな。まあいいが、上に上にはいけないのね。じゃあ下に行ってみようか。これもしかして右下に行けってるパターンなんじゃない。これも3分の1だったじゃん。真ん中が左に置いておけばさ、先に進めたものをこっちブブって言われてるし。じゃあ何よ、この動画の先は新耐久か。笑ってんじゃねえよ。この動画の先でも笑ってんのか。だってろら、教えてくれよ。どんな閉じ込め方をしやがって。誰が来る。焼き風が。じゃあ一番左にバネを置いていこうか。これで先に進めると思うんだけど、あのバネ移動しないよな。ちゃんと一番左に追ってくれるね。いい子だね、バネ。これからもずっと一緒だよ、バネ。ここでバネを捨てなきゃいけないの。ごめんよ。ならばいバネ。そしてここはどうすればいい。いや、ちょちょちょ、これ右出しなんじゃない。ナイス反射神経。これ上はドッスンが落ちてくるとかそんなはなさそう。アイテムかい。ワンナップか。ワンナップはまあいいでしょう。で、ここ下に行きの。で、この左の土管に入っていけっていう感じかな。ガウ。ギター、このパンダが持ってて、ほら。今日完全に僕の勝ちなんじゃない。で、このパン発動シード、右の中間ポイントを取りました。なんでそれは卑怯じゃない。何が卑怯だ。それがトロールコースっていうボス。ここは左の方に置いておけば大丈夫。で、このプロペラをトリーの隠しブロックとかある気がするな。大丈夫だだだだだ、危ない。で、これ右行っちゃった。ここね、地味に難しいわけですよ。右、右に行かして。うん、大丈夫だね。取れる。魚とか落ちてこない。さ、これでチューン。はい、どうもこんにちは。からの邪魔マビーや。はい、でも中間ポイントから。そんなの痛くも痒くもないんだよ。僕は残すはゴーバックドア。このドアか。入れる。なんだお前。上のドアに入った後、またすぐ戻れっていう感じだったよね。そしたら別の行き道があるんかな。まあ、それ以外考えられない。さっきからしょうもねえことすんだ。皆さん分かりましたかね。この制作者さんはね、ドアに入って違うルートで、ドアに入って違うルートっていうのをね、永遠と繰り返すようなコースばっかり作る人なんですよ。だから全然やる必要はないと思います。このハテナブロックを叩いてすぐ右で逃げる。バーブロックよ、一緒に行けないわ。オンオフならですよ。一旦上に行っちゃってみようか。そしたら勝手にパウが出てきてくれんのか。で、ここでパウを落としいの。これオンオフどっちで行く。開いた状態で行こうか。多分ね、これで大丈夫だと思って。いいか、入れねえんだけど。入れた入れた。よかった。これは変わんない。大丈夫だけど、クリボーが出てきた。もうこれかぶっていくしかないよね。もう引っかかった予感しかしないけど。あ、これでドッスンが襲ってこないっていう感じか。で、つららに当たってドッスンに乗ります。意外と発動時間遅いのね。じゃあ一気に右まで行っちゃおうか。これで大丈夫かな。よしよしよし、土管に入ることができました。あと、そして今度は右に行きます。で、オンオフする以外ないよな。で、こっから50個。そんなにまだに引っ掛けて楽しいかい。僕はね、申し訳ない皆様、なんとなく読めてきたかもしんない。このコース、何かを発動したらさっさと先にどんどん進んじゃった方がいいんじゃないかなみたいな。ほらほら、お題には引っかからなかったしよ。で、これ右上に行っちゃっていいのかな。このパウを持ち移動。このパクを倒す。それやめろ。
もうね、左のハテナブロックを叩く暇なんかないね。ここはすぐ上のドアに入っていきます。そろそろゴールがあってもいいんじゃねえの。ゴールがあるね、見て書いてる。うわ、このびっくりブロック上に上がりすぎないかな。ヒップドロップしていくしかないもんだ。来た来た来た。で、ここでおわーやじゅー戻ってきたぞ。ここは左で、左のちくわブロックのところで隠れておく。そしてここから右足にすれば、何か来るか。森に立てつけじゃねえの、つれら。いやね、動画の最中はボコボコ言ってましたけど、本当に素晴らしく楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ピー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 、サムネを見る感じ、イピオヤジの上の今なんて言った、イピオヤジの上のやべえ、Pに意識持っていかれてる。サムネを見る感じ、ドッスンの上に P が4つ並んでるから、その P を全部踏んでゴールすればいいだけっていう感じなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.58%。 まあ多分だけど、ドッスンは右に動くと思うんですよ。まあ左に動くっていうことはないじゃん、こっち壁があるからさ。だから慣性の法則を利用しながらこの P を踏んでいくっていう感じだと思うんだよね。だから1個ずつ、お前ドッスンこっち来いよ。なるほど、右から踏まなきゃいけないのか。だから一番右を踏んだらドッスンがこっち来る。やべえ、2個踏んじゃった、バーン。楽しい。これさ、慣性の法則で一個一個踏むっていうのがマジでむずいだよ。来た、よし、で、最後届け。いや、今絶対行ったと思った。ってことは、一番左の P スイッチを最後に踏んじゃいけないとは思うよ。こういう風に、バッカー。全く警察みたいな帽子をかぶってくれちゃってよ。そんなのがおしゃれだとでも思っているのかい。お前はドッスンじゃない、ボッスンだ。しょうもねいや、こういう慣性の法則が働くコース、僕めちゃめちゃ好きなんですよ。最高のコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオクリボーラッシュ。説明文はジャンプ禁止で、サムネを見る感じ、ツタがあるだけと思いきや、その裏にバーが隠されてるんだよね。だからそのバーの上からクリボーが降ってくるから、そのクリボーを避けろっていうコースなんじゃないかな。いや、クリボーってさ、マリオシリーズの中で一番最強の敵だと思うんクッパより強いんじゃないかなと、このマリオメーカー2をしてそう思い始めてるんですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.53%。 だってみんな考えてみてよ、クッパにやられた数よりクリボーにやられた数の方がめちゃめちゃ多くない。で、ゴール条件がクリボー8体倒してからゴール。え、クリボー倒さなくちゃいけないの、しかも反転か。なんだよあいつえ、あのクリボー倒せってこと。え、どうやって倒すんだろうな、これ踏めっていう感じかな。一体踏めないし意味わからんね。しかもこれ反転っていうのがめちゃめちゃやりにくいよな。じゃあタイミングよく下ボタンを押してみようか。それでクリボーが踏めるかもしんね。あ、踏める踏める、あ、意外といけんな。どこがだよ。まあやり方は分かったよ。クリボーが降ってきた時にタイミングよく下ボタンを合わせれば簡単に踏めちゃうということですね。またかー。いや、ちょっと待てよ、下に行くことでクリボーが踏めるっていうなら、ずっと下押しっぱでクリボー踏めるんじゃない。だからこっからずっと下押しっぱ。いや違うんだって。そっかそっか、早すぎたら下落ちるんだ。だからダッシュボタンを離してこっから下押しっぱ。あ、これいくない。今の検証はちゃんと意味があったよ。下ボタンを押しっぱしても意味がないということかな。これで3、4、半分まで来た。このダメージ受けて時間止まるやつぜ。いや、デカ状態の時にね、このクリボーを倒すことってそんなに難しいのよ。僕は今何をやっているんだい。こんなのマリオじゃない、オリバだよあいつ。何度かやって気づいたことがある、チビ状態とデカ状態じゃタイミングが全然違う。いけたな。もうクリアできない感じの時にクリアするのやめろ。まあ面白いタイミングゲー一発マリオでしたね。どうもご視聴ありがとうございました。